メラメラ、メラメライオン、シャドウサイドからの、メラメラ獅子剛健。容赦なく殴っていくスタイル。お、いきなりここから。予言書の通り、扉は開かれ、妖怪ウォッチの使い手が集まってきている。守護者たる魔導鏡の使い手。その絆は世界を超えて、新たなる守護者を呼び覚ますだろう。黒く影もまた、より深き怨念となり、世界を超えて、新たなる最悪を解き放つだろう。新たなる守護者は、まばゆき光を灯す霊の守り手。ただし光あるところ影あり、最悪は影より生まれる。絆の光は、守護者と妖魔を導く道となる。しかし、導きの光の影にあるのは、滅びの闇なり。ああ。あの時見つかった予言書の続きの通りに、ことは進んでいるようだ。新たなる守護者、鬼目の落ち使いが、滅びの闇に飲み込まれた苦労を救いをしたが。6人目の落ち使いが加わった今も、世界に闇が広がりつつあるようだな。すごいね、6人おるんか今。闇が広がっている。カイラ様。怖い顔。うん。しかし、新たな希望もまた目覚めるようだ。何？また新しい？新たな希望。もしかして予言書の続きが。ああ。解読が進んだ。選ばれし魔導鏡の使い手たちが集いしとき、イニシエン眠りより赤き光が目覚めるだろう。何それ、真ん中の明らかに人じゃないんやけど。赤き光は集い守護者と共に、帝とイザラの王を束ね、絆の光は強くきらめく。あの真ん中の女の子のやつ？世界を超えし絆の光は、ついに黒く影を打ち滅ぼす。天井の空は光を取り戻し、世界は輝きに満たされる。絆の光の繋がりは決して欠けてはならぬ。きらめっかかけたその時に、すべては闇に包まれる。帝とイザナの王。イザナはカイラ様の一族のことですね。帝はエンマ様の一族。うん。古い呼び名だがな。まさか予言書に出てくるとは。イザナの王は歴史上これまで存在しなかった。おそらく私のことを指しているのだろう。カイラ様とエンマ様。王たる者が二人いるのも初めてのこと。うむ。やはりすべては予言書の通り。しかし、この赤き光とは一体、いにしえの眠りとは、何かしらが目覚めて、その、カイラと、エンマの二人を、なんか束ねるってこと？ふう、ライ。この件、急ぎ調べてくれないか。はい、わかった。合点承知。かわいい。かわいい。帝とイザラの王か。エンマ、お前は今どこにいるのだ？え、いないの？ん？これじゃない？違うの？エンマ。よね。ようやくたどり着いたな。ええ。ここにあるはずです。我々の求めていた真実が。ああ。急がないとな。黒い太陽。お？黒い太陽。お、新たな章に突入。第8章。黒い太陽。ザ・ブラックサン。お、ここでもう黒い太陽の秘密に迫る。うん。ここが秋のりの部屋？へへ。俺たち妖怪探偵団の事務所でもあるんだね。見たことないものがたくさんだろうね。後でゆっくり見せてやるよ。でもその前によし、まずは探偵団の作戦会議と行こうぜ。あんだけの過去から来たら、あんだけの過去から来たらね、めっちゃ楽しいやろうね、未来。しかしせっかくタモンを追い詰めたと思ったら、魂を集めていたのは別のやつだったなんてな。人間の魂を奪うなんて、一体どんな妖怪なのかな？何にしても、そう簡単には魂を返してくれないでしょうね。うん。そいつはエンマ舞踏会に現れるんだよね。きっと魂を取り戻すにはそこしかチャンスはない。ああ、失敗許されないな。大丈夫！でもさ、こっちには妖怪ウォッチもあるし、スーさんや他の妖怪たちだってついてる。それに、エンマ舞踏会にはイスキッドタイム出るって言ってたろ？あ、そうなん？マジで？みんなで力を合わせれば、どんな奴にだってきっと勝てるよ。それって妖怪持ってなくても関係ない。ござる。死んだの。魂を取り戻すんだ、うん、みんな。だから俺、もっと強くなりたい。
この妖怪ウォッチで悪い奴をやっつけるんだ。うん、みんなの力を一つにしたらきっとできないことなんてないよね。あれとか、あやみちゃんは結局仲間になってないの？接しても役に立てるよう頑張るでござる。そうとなったら真の修行だ。ビシバシ行くぞ。はい。オッス、秋のり師匠、まずは何からやりますか？そうだな、何から始めるかな。あの、ちょっといいかな。もう何でしょう。フクロウが突然暴走したことについてずっと考えていたんだけど、ふんふん、あれから同じように暴走してしまう妖怪がどんどん増えていってる気がするんだ。ん？そうかな？減ってない？出てきてないだけ？表に。そういや、前にオグたちを襲ったマグロ丼も、なんだかいつもと様子が違っていたもんな。もしかしたらここ最近の怪奇案件は、フクロウの暴走と何か関係があるかもしれない。そういえばフクロウさん、未来の世界で黒い怨念を見たって言ってたよね。黒い怨念。だからちょっと提案なんだけど、真の落ち着かいの練習も兼ねて。どうかな？まずはみんなで原点に戻って、この町の怪奇案件を調査してみるのはどうかな。それなら新しい怪奇案件が3件あったさ。まずはこいつらを調査してみようぜ。よし！行くぞ、シン。よっしゃー！秋のり師匠、じゃんじゃん調査するぞ。うすらぬらクエストをやってみよう。キークエストをクリアしてストーリーを進めよう。オッケー。未来ってすっげえいろんなものがあるんだな。うちにあるものは好きに使っていいからな。うんうん。さすが、秋なり太っ腹。常にここにはおるんやね。でも、話し合いには参加しないと。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。師匠が変わったわけやけど、新しく。何かしら増えたクエストはないのかい？不思議探偵社の新メンバー。これ現代よね。錆びついた自転車。過去の桜本町か。ウスタからの挑戦、さらば有能羊。何？いなくなるの？え、これ鬼太郎やない。僕の父さん探しています。霞台で困っている人がいるようだ。話を聞きに公園へ行ってみよう。え、やる。霞台ってことは、この時代ってことよね。え、行こう行こう。もうめっちゃ行こう。頼み事がある人の元に行こう。違う違う違う。ヘイ、ゴーゴー。連れてけ連れてけ。あれどう見ても鬼太郎やったよね。僕の父さん探しています。目玉の親父や目玉の親父。どこですか？あ、ここ。おったー！鬼太郎！君！ねえ、もしかして落とし物しちゃったの？よかったら私も探すの手伝うよ。いや、別にそういうのじゃ。おぉ。妖怪？妖怪と一緒に行動しているなんて、君たち一体何者だ？え？君も妖怪が見えるの？妖怪ウォッチ持ってなさそうだけど。妖怪ウォッチ？ま、鬼太郎が妖怪だからね。なるほど。そういう道具を使って君たちは妖怪の姿を見ることができるのか。僕は鬼太郎。妖怪に近い存在くらいに思ってくれていい。なるほど。それなら妖怪も見。ギギギギー。なになになに。ちょっと。ウィスパー、変わった驚き方しないでくれる？あ、すごい音楽が鬼太郎や。人間界に最も古くから存在すると言われている幽霊族最後の一人で、妖怪ポストを通じて人々の悩みを聞き、助けを必要としている者に手を差し伸べるという。ウィズ？あの鬼太郎さんでウィスか？幽霊族？妖怪ではないの。そうなんだ。ちょっと私たち似てるね。いやいや、そんな軽く受け止める。似ている？俺たちも妖怪探偵団として、妖怪が関係している怪奇案件を調べてるんだ。そうか。それなら父さんを見たかもしれないな。お父さんって鬼太郎さんの？父さんを探していて、この町に住んでる人からの情報が欲しかったんだ。少し話を聞いてもいいかい？うんうん。でもこれでお父さんが分かったら、普通に人じゃないってことは分かるよね、みんな。霞台の公園で出会った不思議な少年。鬼太郎と名乗る彼は、行方不明になった父親を探すため、この町に来たそうだ。これは妖怪探偵団の出番かもしれない。鬼太郎から詳しい話を聞いてみよう。何ご褒美？目玉マンボウスマッシュ。風味の目薬。個性的ですね。もちろん俺たちが知ってることなら何でも答えるよ。ありがとう。お父さんを探しているって言ってたけど、この町に今いるってことだよね。うん。
父さんの容器の反応があったんだ。あちこち移動しているみたいで、多分まだこの町のどっかにいるはず。それで君たちに来たいんだけど、父さんを見てないだろうか。北郎のお父さんってどんな姿なの？それは私にお任せを。以前妖怪ネットニュースの記事で特集を組まれていまして、あ、これです。こちらが北郎さんのお父様、目玉親父さんでございます。目玉、そんなに驚くことか。まあ驚くやろうね。でもその反応だと父さんは見かけたことはないみたいだな。見かけたら忘れられない見た目してるし。大丈夫、ごめんね北郎。でも私たちも探すの手伝うから。でも君たちは怪奇案件というやつを調べているんだろ。この町の人たちが困っているならそっちを優先するべきだと思う。これは僕の問題だから気にしなくていい。いやいやいや、確かに怪奇案件も気になるけど、目の前で困っている人を放っておくなんてできないよ。そうそう、困っている人を助ける、それが俺たち妖怪探偵団なんだ。わかった、ありがとう。君たちはいい人間なんだな。そう言われると照るな。目玉親父さん、この公園にいないならどこにいるんだろう。この町で他に2カ所ほど強い反応があったんだ。小学校の近くと逃げから商店街のようだ。なるほど、それなら辰巳川端の北と新元町商店街だな。さあ、よし、それじゃあその2カ所で捜索開始だ。おお。僕のお父さん探しています発生、クエストを進めてみよう。ってことはまず辰巳川端北に行くかな。あの辺りで何かしら、この辺？何？この辺調べるの？話しかけるの？話しかけるは違いそうやね。何かサーチする？あ、誰？あれ？こいつら。またオグトグモグを見つけた。強い妖気を放ってたの。トーマートーマ、この店に見たことない妖怪がいたぞ。そうだ、見たことない妖怪がいた。あ、目玉の親父かな。イエーイ、見たことない目玉の妖怪。目玉の妖怪はこの店で何か探してたみたいだったけど、トーマを呼ぼうと思って目を離す隙にいなくなってた。そうだ、いなくなってた。いない、どこにいるか俺たちもわからないけど、まだ調べてみる。俺たちこの店で見張っとく。もしかしたらまたあの妖怪来るかもしれないしな。そうだ、俺たちここで見張っとく。見張りってことはまた別、そっちですか。あ、そこ、あ、小学校の方ってこと。ん、この辺り。あ、あれ、大将。大将どうも。本マグロ大将を見つけた。なんだお前たち、俺に何か用かい。あの、見てないっすか。あ、すごい、マグロ三昧っていうお店なんやね。なるほど。ほうほうほう、なるほどな。目玉の妖怪ね。そういやさっき話してたね。マジで。マグロの目は栄養豊富で目の疲れにいいって俺のことを見るなり言ってきてよ。ちっと肝がヒヤッとしたが、なかなか面白い妖怪だと思わねえか。その後どっか行っちまったけど、あの妖怪もう一遍会いてえな。どこ行ったの。目玉親父さんいなかったね。いやでも目撃情報は聞けたし、収穫はあったよ。でもさ、反応があった場所はもう移動した後だったわけだし、目玉親父さんが今も移動しているならこの町にはもういないかもしれないんじゃ。あの、ちょっといいかな。ん、オグたちや本マグロ大将の目撃情報から目玉親父さんの行き先を推測できると思う。どういうこと。うん、トグが言っていたこと覚えてる？何かを探していたみたいだったって。あ、これ探しよったってことは何？目薬とかってこと？どうかな？多分ドラッグストアに売ってるような何かを探してるんじゃないかな。目薬じゃない？なるほど。ね、目薬かもしれない。目薬？そうか。そうね。本マグロ大将の言ってた目の疲れにいいって話ね。目玉お湯さんが探してる目薬って言ってもどんなのか全くわからないしな。有能羊であるこの私に心当たりがあります。妖魔界で効能がすごいと評判のメガパチクリーンという目薬があるそうでウィス。潤い効果に関しては一差しするだけで10年も働きしなくてもへっちゃらとか。マジで。
ただ目玉がチャームポイントの妖怪によって買い占められることが多いそうでして、この時代では市場に出回る数が少なく激レアの目薬になっているみたいですよ。ねえ、もしかして目玉おじさん、過去の妖魔界に行ったんじゃない？うん、なるほど。それでしたら足取りがつかめないのも納得です。過去のって時代を超えることなんてできるのか？うん、時代を超える不思議な扉があるんだ。まあ俺たちにも原理はよくわかってないんだけど。ふーん、そんなものがここにはあるのか。それじゃあその妖魔界に行ってみよう。また道案内を頼んだよ。うん、任せて。いや、待って夏目。ん、北郎さんにはここで待ってもらった方が目玉エイさんと行き違わずに済むかもしれない。そうか、もし父さんが妖魔界にいるとしたら行き違いが起きるかもしれないしな。わかった。その世界のことも君たちの方が詳しそうだし、任せていいかい？うん、任せて。目玉おじさんの手がかり見つけてくる。手がかりというか、目玉おじさんに会えたらサインもらいたい。ウィス、うん、ウィスパーって結構ミーハーだよね。本人は見つからないのかい？とりあえず妖魔界に向かいますか。ワープします。はい、妖魔界に到着。さあ、目玉の親父はこっちか。こっちだね。あ、ここは何かのお店。あ、ここか。どうも。いらっしゃい。メガパチプリンの販売はこちら。おお、早速。って言ってももう品切れしちゃったんだけどね。次の入荷はいつになることやら。え、歩く目玉の妖怪見なかったかですって？見てないわね。というか妖魔界にはいないんじゃないかしら。目玉だけの妖怪なんてみんな大騒ぎするもの。誰の目玉なんだって言わせ流れるし。誰の目玉なんだ。あらあら、そんな残念そうな顔しないでよ。かわいそうになってくるじゃない。うん、しょうがないわね。実は店員特権でね、自分より目薬を取ってあるの。売れ残りってことでキープしてる目薬なんだけどね。最近ずっと店頭販売担当だったから体中がバキバキに凝っちゃってるのよ。そうね。もし軽い運動に付き合ってくれたら、お礼に目薬を譲ってあげちゃうかしら。その気になったら声かけてちょうだいね。ふんふん。私との軽い運動お付き合いしてくれる？うん、いいよ。バトルかな。それじゃあ始めましょう。この目薬を何、目玉の親父に渡せばいいってことかな。でも結局見つけるのは自分なんだ。メラ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 イオンシャドウサイドからのメラメラ獅子剛剣、容赦なく殴っていくスタイル。さあ、そしてウリボーシャドウサイドからのちょっとつもれつも進撃。でい、何シバニャン、はい、おいで。なんで交代したいって言ったんかは知らんけど。みんなで容赦なく攻撃。怖いわー。さあ、足乗りで行きますか。やあ、痛い。痛いよ、やめてよ。ちょ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 。なんか足乗りめっちゃ足遅くね。待って、めっちゃ燃やされよるし、仲間に。おーい、待て待て。あ、シーン交代。おいで。みんな元気。てい。言うて、ウリ坊くらいしか関係ないけど。お、オッケーじゃない。いいぞ、みんな。シーンになったことはめっちゃ速い。スピードが。いい汗かいたわ。こんな燃えるバトル久しぶりだわ。あなたって結構強いのね。どうぞ。それじゃあこれ、楽しいバトルをしてくれたお礼の目薬よ。売れ残りメガパチクリーンを手に入れた。やったね。目玉の妖怪探し頑張ってね。ありがとう。でもいないんだよな。鬼太郎の元に戻らないといけないのね。はい。あ、おったおったおった。もしかしてもう親父おらんねん。無事に戻ってきてくれてよかった。それで父さんの行方分かったかい？父さんの目撃情報はなかったけど目薬はもらえたって。すごいな。それ珍しいものなんだろう。さすが妖怪探偵団だ。
そうだ、聞き込みの時に商店街であった小さい妖怪が君たちを探していたよ。場所は確か霞台の公園で待ってると言ってたな。ひょっとしたら父さんがそこにいるかもしれない。早速向かってみよう。今度こそ目玉おやじさんと会えますように。よし、きっといるはずだ。父さん待っててください。結局最初の場所に戻ってそこにおるんか。ずっと鬼太郎そこに立っとったらよかったんじゃない。そういうことではない。あれ、なんかみんな大集合やけど誰あれ、怖い。目玉、あ、手前におる目玉おやじ。俺たち言っただろ、見つけたら絶対に伝えるって。ね、あの奥のは誰ですか。そうだ、俺たち約束守る。約束、それはいいんだけどね。あの、あいつは誰でしょう。なんか見知らぬやつが一人いるんだけど。来たぞ。はい、ずいぶん探しましたよ。無事でよかったです。すまんな、心配かけたようじゃな。でも無事に会えたんだし、鬼太郎さんよかったね。妖怪探偵団のみんなも手伝ってくれてありがとう。でもさ、この集まりって結局何なんだろう。目力が強そうな妖怪ばっかりだけど。それはの、妖怪なれで噂になっておる目薬について情報を聞いていたのじゃ。行ってきたらすだけでパチッとクリーンに、ピンとこうな瞳とさよならグッバイという振り込みで有名な目薬、メガパチクリーンじゃ。しかしメガパチクリーンは人気の目薬ゆえ入手困難らしくての、いくら探してもどこにも取らんかった。これは諦めるしかなさそうじゃ。父さん、鬼太郎、心配かけてすまんかったの。ゲゲゲの森へ帰るぞい。ちょっと待った、あのメガパチクリーンなら私たちもらってきました。なんじゃと。はい、どうぞ。めちゃくちゃ貴重なやつを、売れ残りメガパチクリーンを渡して手渡した。売れ残りってつけんでよくない。この妖怪が目薬を探してたのね。で、時代こいてついてきた風味。風味になってこっそりついてきちゃった。目玉親父さん、目薬はこの妖怪が分けてくれたんです。なんと心の温かい妖怪。どうした？なんとこれは何、どうした？メガパチクリーン Z ではないか。すごいやつ。さらにゲゲゲのゲー、あの幻のメガパチクリーン Z。 メガパチクリーン Z っていや、100年に一つしか作られない目薬じゃねえか。そんなものを譲ってくれたマジで。こんな高価なものを分けてくれるとは、わしは感無量じゃ。どうぞ。目薬を刺してから感動しなさいよ。一滴パチッとクリーンな瞳になあれ。目玉親父さんが光ってる。どう？どうよ。すげえ、これがメガパチクリーン Z の効果が、そんな目が光る効果なんてあるの。メガパチクリーン Z を刺したことで目が潤いすぎて光り輝いてるんだぜ。そうだ、メガパチクリーン Z の効果だ。メガパチクリーン Z、 潤う、目が潤っておる。こんなうるうるな感覚は初めてじゃ。目玉の親父ってマブタクするんか。俺たちとは目玉の格が違うぜ。そうだ、格が違う。選ばれし目玉、白目の部分が白玉団子みたいにツヤツヤのプルプルで綺麗。目玉の旦那、眼球仕上がってんぜ。でも人差しで10年続くんやったら他の人たちにも分けてあげたらいいのに。僕の父さん探しています。バッチリ解決。さすがに鬼太郎が仲間にとかそういうパターンはないよね。よね。ずっとここにおるんかな、この二人は。父さんこの町が気に入ったみたいでね、しばらくこの辺りを見て回ろうと思う。大丈夫、君たちの邪魔はしないよ。君たちの問題は君たちで解決するべきだ。ありがとう、手伝ってくれてもよくってよ。違うの、親父と話したいの私。目玉と話したいの私。鬼太郎にしか会わねえ。すまんな、わしを探すためにいろいろ苦労をかけたの。妖怪探偵団と言ったか、俺たちの活躍これからも期待しておるぞ。何吠えてんの？そこになんかある？ん？なんもなくない？どうした？地面？何？なんもないよ。で、これは誰なの？あの目玉の輝き、負けていられないギョロ。目玉も。
なるほど、そういう名前なのね。ほら、なんもおらんやん。どうしたよ。ん？何かしら？え？なんか力持ち歩いてんだけど。どうし、え、なぜ？なになになに？力持ちを見つけた。何してんの、君。もちバレちゃった、もち。バトルするもち。そんなパターンあるんすか？うわ、力持ちだらけって思ったらなんか一人パックンいるんだけど。なんかあれよね。やっぱり、え、力持ちってさ、前までのシリーズでもこんなにちっちゃかった。絶対違うと思うんやけど。どうしたの？リボーシャドウサイド。ちょ、待って、とりあえず褒めとくね。やりよりはい、ちょっと猛烈、猛進撃せい、ぶっ飛ばしそして、コマさん、あ、なにあ、コンですかケアコンゲットあ、シャドウサイドになる前に勝利したかわいいまあ仲間になるわけではないし、普通に消えたね。ああ、目玉たちがいない。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかいつでも話せるようにずっとここにおってほしかったな。ね。あれは、北郎の姿は普通の人間にも見えとんかな。見えてないんかな。聞き込みしよったっていうぐらいやけん見えとったんか。